さあ誰が死ぬか、さあ見届けていきましょう。誰が死ぬかな、誰が死ぬかな、誰が死ぬかな。国際問題に発展するぞ。停電が起こってからチェロスケ高田の順番で殺害が行われました。殺されたいな。そう。殺されたいな。インポスター。おい、よいしょ。やったー。メインホールはね、バグるのよね。さあ、誰が死ぬか。さあ、見届けていきましょう。誰が死ぬかな、誰が死ぬかな、誰が死ぬかな。さあ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11人、本日11人揃っております。さあ、最初に死ぬのは誰なのか。僕はですね、今日はスナパイさんが死ぬと思います。スナパイさんから、多分ね、死んでいくと思うんですけど、スナパイ弦の順で死ぬんじゃないかなと予想しております。あー、停電が起こりました。これは絶好のキルチャンス、絶好のキルチャンス。おっと、このパーマの、チェロスケ宝の順番で、チェロスケ宝の順番で、チェロスケ宝の順番で、チェロスケ宝の順番よね。何北の国の放送やん。やめろ、北の国のテレビの発言。北の国っていうのまんまやない。北の国の宝の順番だ。やめろ、再現さ。停電が起こってからチェロスケ宝の順番で殺害が行われました。やめて、ちょっと似てるな。ほんでちょっとこいつ最初から似てたよ。やめてや、コテングアスじゃなくなってるって。キタングアス、いや、やめろ、やめろ、やめろ、俺はブレーキかけられないか。あかんわ、話しかけへん。ほんまにあかんで。いつかちゃんとしたお金に怒られるで、これ。マジで。いや、はい、多分今回に関しては、ハイブリ7個オラフは多分無理かな。無理。から出て行ってないもん。俺目線フルコンオマオジもまあよっぽどのことないと無理やと思う。ですね。モモフル無理やだから俺しても。あ、スナパイは無理じゃないよ。スナパイ。あれ、めちゃくちゃ、めちゃくちゃ、僕、展望、キッチン、向き子、いっぱい、まあ、そのあたりは、いてた、見てる、見てる、マジレスを2つほどしていいですか。はい、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 まず高田さんはですね、アーカイブ周辺だと思います。アーカイブシャワーぐらいかな。停電前に高田さんとラウンジでクロスしてます。で、私貨物で停電を直してます。で、1回左側で勝ち合っています。で、最後、バイタルの、貨物内のドアを開けて終わりました。なので1人なんですけど、基本反抗は難しいと思ってください。まあ、そこにチェロスケさんがいたっていう話が出てくれば別ですけど。自分は左です。うん。うん。とだけ。そう、左では見てる。一緒に湧いて、そう、武器庫、エンジンぐらいまで一緒。あ、確かに武器庫ら辺で一回見たな。うん、確かオラフ君とオタさんはいた気がするよ。うん、なんだこもったよ。うん。うん。うん、なんか、眺めてたよね。マスクしてる俺たちのこと。死にかけとんな。待て。うん。まあ、右の方詰めた方が良くないですか？うん。まあ、ゲンスナパイどっちかなのかな。どっちかに一郎はいるかなと思っとるんやけどね。ワイは。ワイは西の名探偵や。言われるよしよしよし、危ない危ない。そうね、あらあ、セロスケの方詰めた方がいいよな。セロスケ満たした誰もいない感じなんですか。え、なんか武器庫に大量に流れ込んでくる中にいた、人がたくさんいた。おった気がする。ああ、え、ちょっといたんじゃない、いたんじゃない、いたっけ。いや、いたってちょっと軽率には言えないけど、
あ、じゃあ行ったと思う。確かに、ね、でもね、右の方に出てるような気がする、うん、あのね、エンジン側から武器庫に入ってきたと思うよ、多分。うん、それは、スナパイさんの死人で、チェロスケがエンジンから来てるって、右、武器庫の左上の銃2丁しまうタスクの奥まったところで重なった記憶があるような。あそこ4人ぐらいいた時が、うん、4人ぐらいいてた。俺も行ったし、そうそう、大量に人おるやんけって言ってて、で最終的にはエンジンから多分左に走るフルコンさんとすれ違ったような気がする。あ、そうか、じゃあフルコンさんってチェロスケ見てなかった。チェロスケ多分キッチンとか展望で死んでるかもしれない。まあ武器庫の中かな、うん、いや武器庫はね、あの七子さんと僕がね、いけるいけるそこなの、ね、うん、コックピットもない。コックピットはハイブリがコックピットから武器庫に戻ってるから。レンです、配電盤触った資格のある方います？配電盤いない。いなければチェロさんか高田さんです。じゃあ展望が、そうチェロスケで、そうですね、あるかもないと思います。そっちだったらあるかも。なるほど、ね、僕視点七子さんは多分厳しくて、停電になった時に結構に停電明けにハイブリさんを見たんで、うん、ハイブリさんかとスナーパイさんとローラしたらチェロスケキルはだから武器庫キッチンの扉が閉まっていたので、あのさ、俺はなんか扉開けるのだるいなと思って武器庫から出なかった記憶があるので、店舗の方行ってるんやったらスナパイさんも割と無理そうやけどな。7個7個で、はい、そこは俺が開けてる最後。あ、まあ、それもそうだろう。そうそう、開けてゴミ箱タスクやってから戻ってるから、自分エンジン抜けて持てるから、多分うん、ような気がする。まあ単純に V ちゃんはあのコックピットから出てきてるから、弁当できるはできる位置にはないっちゃってる。ね、それは否定できて、コックピットの時には停電が始まっていない。いや、それは始まってなくても、バイタルの死んだタイミングが分からん。だってゲンさんが配電盤動いてるって言ってるやん。はい、ローラスライン、あんまりスナパイさんなさそうなんやな。できた。さあ、タスクやろ、タスク、タスク。ゲンさん。あ。はい。ゲンさんが勝ち合ったのって、停電起きてどんぐらいですか？どんくらいかなぁ。そんなに長くは経ってないと思います、うん、チェロスケはね、停電始まってもすぐに殺されてる。ほう。ちょっとおまおじ、おまおじ見たぞ、見たぞ俺は、おまおじ俺は見たぞ。ブレさん、チンピラの殺し方してる。いやいや、おまおじは、おまおじやってんな。強烈に奈良子さんがね、ブーリさんのことを疑ってて、そう、メインのあの暗室のところで、ちょっとおまおじおるから殺しにくいな、ちょっとお前席外してくれるかって言って、俺が席外した瞬間に殺した。違う、俺と奈良子でやり合ってて、で、おまおじ入ってくるから、もうええわ言って俺が抜けたら、抜けて戻っていったら、わ、案の定って感じ。怖いって笑いながら嘘ついてるってこの人。全然いい、ローラーでいいです。いや、笑ってるって。8人やし、釣り時やね。うん、やね。あ、怖かった、うん、今の。でも今日はハイブリさんから、あの、7個入った時点で僕がもう白っていうことを。あ、オラフ君のこと全然疑ってないし、オラフ君が言った順序で全然ええけど、おまじまで釣り切ってくれたらインポスター落ちる。ごっつい余裕出してる。できればハイブリさん黒くなって死んでほしいのよね。なんで、うん、何を、あ、スナパイさんが、スナパイさん的に、いや、いや、それは無理だね。いや、それは無理だね。実時点で7コーラフの2インポスター陣営が存在しなくなったから、あ、なるほど、ハイブリさんが白くなられると困ります。知らんがな、知らんがな。困んねえ、よかったよ。知らんがな。地で、うん、近所、うん、すごかった。やれてしまったわ。あー、くしゃみ。ミュートしたけど間に合わなかった。ボタン、ボタン、ボタン。
怖い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 大丈夫やで、ベロ噛んだ、痛い、あらあら、おい、俺の将軍については皆さんにお話します。まあ、いや僕おまじさん、割と決め打ちるとかと思ってますけど、まあ、うん、あ、そうなんや。できればそういう空気にしてください、うん、あのなんか所定難しいない、うん、そう、所定が、うん、ああ、なるほど、うん、おまおじさん、トータさん、フルコンさんで白とレート出て、そうそうそう、まあ企業さんバイタルなら、うん、そのバイさん、銀さん、唯一金庫から出てきたっていうところが多分あると思うんで、そうね、ああ、うん、そうね、そうね、そうね、そう、だからあの外しきれやんかったんや、うん、え、誰が金庫から出てきたって？俺、俺、俺。金庫出てきて宿舎ぐらいでみんなで、桃フルート集まって、うん、それで停電になったんかな、ちょっと。でも、その時停電で、ね、まあ、停電なってないか。なってない、なってない。うん、停電中に、なんて、ロスケ高田の順番で。何とは言わんけど、アナウンスが流れたから残りがが残ってる。残りが。キルクが開けてなさそう。そうか。まあ唯一高田さんが触ったら、まあテロスケがそっち側で死んでるっていうのは、まあまだ納得いくかなと思う。残りがやめてやめてね。笑うわ。まあまあ、でも任せはします。可能性はあるから、俺は弾ききりやんかな、なんかまだ。あ、ですか、わかる、マットの可能性とかも。おじさんするならスナッパイさんつってもいいかなと思ったんですけど、その乗ります。いや、自主点かなり無理あるで、うん、自分キリアルヒっていうのは割といろんな人に目撃されたし、うん、見てるからな、いや、ね、なんでわしなんかはよくわからん。まあ、シンプルに。俺いろんな人の間にいると思うねんけどな。うん、そんな人は。いや、例えばスナパイさんがエンジン行ってたとしたら、エンジンベントとかでキッチン行ってフルコンさんとすれ違ったとして、セロスっていうこともできるかなと思って。いや、ないないない。左に。そもそも。そうそう。いや、俺は武器庫から上上がった気がしてるから余計にいんなんよな。うん、あー、だから、うん、今日まで行くっていう流れか。うん、いい、おーおーおー、おー、まあ、全然進む。いやー、釣れんかったか。釣れないんじゃもうどうしようもないな。よいしょっと。タスク。はい、10分の3。ほんまに、ええんか？ええんか？これでええんか？フコン。ええんか？ほんまにこれでええんか？ええと思う。タスクでええんか？タスクでええんか？タスクまあまあやっとるで。あいはアドミン見るで。あ、あっちもアドミン10秒制限見てみた。ああ。ああ、じゃあ、2人で見たら5秒で終わるか。あ、はいはい、どういうこと？あ、合計で10秒制限。メインシャワーアーカイブ。あ、止まった。メインシャワーアーカイブ。大丈夫。え、ここは大丈夫。あれ？あ、ゲンさん死んとる。え、どこっすか？ゲンハンの死体が。シャワールームにあったで。シャワールーム。うん。もう、あ、ゲンさんね、さあのエリキに一緒にいて、うん、リアクターが鳴って一緒に登ってシャワーアーカイブ証拠機とか書いたから、ゲンさんシャワーでずっといることになるから、うん、シャワーで死ぬのか。リアクター右におったのはオマージュとオラフ君。そう。で、トタさんが証拠機左から縫うのって直してきたから。うん、リアクターの終盤の方にバイタルじゃないアドミンをフルコンさんと一緒にいて、その時にアーカイブシャワーメインに111っていう状態だったの、せや、うん、誰や、自分メインからエンジンっていきましたな、うん、そこで上がったわ。
桃ではない。うん、違いそう。でも、おまおじさんに白を出せるんで。オラフ君でもない。うん、で、2人が。スナペー、スナペー班。スナペー班。しか残ってないが。残ってる。まあ、ギリギリ、桃が弁当でやってる可能性はあるかな。いや、でも、役者直っとるから。ああ、でもそうやんな。直してる人がおらんもんな。ずっと直してる人がいるか、いないか。左側直してる人がおらんとおかしいもんね。そう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 。え、でも俺多分トータスさんと会うてるよ、その前、治る前。ああ、いやいや、そうね。もう左側にトータスさんしかおらへんやったらもう無理やと。だから左で会うてる、うん、あ、やってるんだ。会うてる会うてる。そう、落ちやってはいるんだ、場所で。あの、手順としてはあの、うん、昇降機の左の直すとこでトータスさんおったから、うん、ぐるっと回って、うん、メインまで行ったところで直ったから戻って、うん、でそこで、うん、そこでエンジンで武雄さんとすれ違って武器庫の入り口でフルコンさんに追ってて、その時ってまだリアクターなやっぱなってました、うん、なってたよ。俺なってから言ってるもん。なってるんならやっぱり桃が直してるやんな、左は。そうそうそう、そう、直しに行ってドア開いてて直しに行ってそのまま追ったって感じやから、だからシャワー分かれへん、ブス行かれへん気するけどな。トータスさん、マットでしょ。いや、違う、マットやったら直す。あー、マットか。マットだ。しっかり直したんですよ。え、ちょっと直してるやん。直してる、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 むちゃくちゃ直したよ。いや、分かってた。もうかなり早い段階で分かってたんやけど、あ、うまいこといけやんかったよな。いや、このゲームもうインポスターいいわ。ごめんごめん、すなぶさん、ごめんな。やんなってる。ああ、いやいやいや、うまくいかなくて。いや、ついつい7個に喧嘩売られてしまったから。いいね、にしても、ああ、にしてもキル入れるは早すぎですよ。俺まだいましたから、あそこ。